はい、こんにちは、テックスタッフの店員佐藤でございます。本日のテクテク佐藤の YouTube チャンネルは、新発売のデジタル一眼カメラ、α7R Mark5、こちらの開墾レポートをお届けしたいと思います。開墾の状況からちょっ と、セッティング、最初のセッティング、それ と、今回ですね、α7R シリーズ R3 とか、R4 からですね、買い替えられるお客様が結構多いので、そことの、歴代、7R シリーズとのちょっと違いなどをですね、中心に、ボディの様子を紹介しながら、AI を使った AF 認識の様子を見てみるのと、それ と、ちょっとショールームで試せなかった、フォーカスブラケットですね、フォーカスブラケット撮影、それから、現像するところまでを、ちょっと試してみたいかなと思います。ぜひ最後までお付き合いください。では最初はまず、α7R Mark5 の、開墾レポートからまず箱を開けたいと思います。まだ箱を開けてないんです。ここから初めて開けます。よいしょ。最初に出てくるのがこれ、コードのクランパーですかね、クランプするところですね。よいしょ。それと開いていくと、電源コード出てきました。よいしょ。それと、取説類ですね。昔はここで、ブック状の分厚いのが入ってましたけど、今はもうオンラインになってるみたいですね。よいしょ。さあ、中開けていってみます。ちょっと開けてきます。お、すごい。ストラップなんですけども、ご覧になってわかるでしょうかね。これ合成なんだろうけど、革っぽい、ファブリックではないベルトにちゃんと 7R5 という刺繍まであります。そして、これが受注開始時にはちょっとちゃんとしたアナウンスがなかったんですけども、バッテリーチャージャーですね、これが入っています。すると、タイプ A とタイプ C の USB ケーブル。あ、すごい。なんかそっか、サステナブルな素材に全部なってるんですね。ビニールとかではなくて、紙っぽい素材で、中が統一されています。バッテリーなんかもこういうクロスっぽいものに、紙製の袋にはなってますね。でバッテリー FZ100。 よいしょ。そっか、こういったところもコストがかかってるんですね。そして、α 本体、こちらも入っていました。よいしょ。ということで、まずはカメラ本体ですね。そして、ショルダーストラップ、そしてバッテリーチャージャーで、これがバッテリーのケーブルですね。 USB ケーブルでバッテリー、そして、これが、ケーブルプロテクターですね。そして取説類は、これがスタートガイドか。そして、サポートのものと、メモリーカードの注意表、そして保証書になっています。よいしょ。これとあとは、ボディキャップと、よいしょ、アイピースカップもついているし、これで一覧ですね。よいしょ。じゃあちょっと、歴代のアルファの、α7R3 が今手元にあるのと、それと、すいません、 R4 はちょっと今ないので、α1 でちょっと代わりに持ってきたので、これでちょっと比較をしてみたいと思います。はい、すいません。そしたらですね、 7R5 と 7R4、 7R3 との違いなんですけども、そうですね、 7R3 から比較してみると、随分大きな、変化をしてきています。この間、7R3 の発売日が2017年の11月だったので、5年で、 7R4 からだと2019年の発売なので、3年経ってます。毎年2年ごとに、モデルチェンジしている 7R でしたが、今回は 7R4 から5まで、3年ですね。3年の、ちょっと月が経ってます。コロナもあったし、モディサイクルが、モデルチェンジのサイクルがちょっとここは長くなってたのかもしれません。7R3、 5年間の進化がここに入っています。まず何が違うかっていうと、このグリップのところがちょっと違ってます。グリップ形状がだいぶ変わってきているというか、ちょっと高さがあって、7R3 の時はこうやって持った時に、人によっては小指が余っちゃうところだったんですが、
これ7R4 の時にはもう型ボディの形変わって、まあこっち 7R1 なんですが、ちょっとこちらのシャッターのところの高さが稼げるようになってます。それなのでここで小指がこうやってかかるような感じのボディサイズになっています。ボディの高さ自体は、変わりはないんですけども、グリップの形状のとこですね、ここのちょっと奥行きができたことでこれ握りやすくなったかなと思います。そして、あとはメニューの方ですね、UI が変わっています。従来のものから、α7S3 で登場した、新あの UI のものにこれ、7R5 はなってます。R4 も前のメニューだったですかね。それと、動画撮影の時にですね、従来はこれ、ここに 4K、30p だったのかな、7R3 も 7R4 も。それが、今回の 7R5 では 8K24p が撮影ができるようになりました。それと、あと動画の方のピクチャープロファイルですね。こちら 7R3 の時から、ピクチャープロファイル10が対応してたので、HDR ハイブリッドログガンマーの撮影ができていたんですけども、今の最新の 7R5 ではピクチャープロファイルの11まで入ってますので、シネマトーンの S シネトーンですね、の撮影ができるようにこれもなっています。あとは、店頭でですねご案内しているときに皆さん一番驚くのが、ファインダーですね。 7R3 で368万ドット7R4 で576万ドットだったものが、7R5 では、943万ドットで、サイズも大きくなっていて 0.9 倍の倍率で見えるようになったので、かなり、ファインダー像大きくなります。で、メガネをしている人とかでちょっと距離が離れてしまう人とかだと、あの全体像がこう見えなくなってしまうかもしれないんですけども、その時は、倍率をちょっと手動で変えることができて、メガネかけてちょっと透明にこうやって覗いた時も全域が見えるように、倍率を変えられるような仕組みができています。そしてあとはですね、この露出ダイヤルのところが外見上変わったですかね。まあ 7R3 の時はこうして、プラスマイナス3までの数字の入っているダイヤルでした。でロックボタンもなかったので、これボディの割と、なんて言うでしょうね、隅っこの方にあるので、持ってる時にクリッて回っちゃうことがあったんですけども、それが、今回の 7R5 では、ロックボタンがついているので、これでロックをかけることができます。そして、ダイヤルにこれ、数値が打ってないですね。回すとですね、これ、無段階にこうやって、限界なく回っちゃうんですけども、これで、プラマイ5まで、回せるようになっています。さらに、マニュアルモードで撮ってらっしゃるときは露出補正って使わないんですけども、そのときはここに別の、機能を割り振ることができる、ISO 感度を割り振ってみたりとか、いろいろカスタマイズして使うことができるようになっています。あとは、何といっても手ブレ補正8段になっているのは、これアルファシリーズ初になるんですけども、さあそれはどんな具合なのかちょっと試してみたいと思います。まずはちょっと、新メニューを見てみましょう。
画面をちょっと見てみてください。ドライブモードの中にですね、ブラケット設定というのがあって、でここにフォーカスブラケット設定っていうのがあります。ブラケットの順番、プラマイやっていくのか、最初頭の方に合わせておいて奥に送っていくのかが選べます。そして、平滑化というのは、これおそらく露出が変わった場合どうするのかっていうやつなんでしょうね。で撮影間隔は、いろいろ秒数が選べるんですけども、これはもう最短にして撮っていきたいと思います。ではこれで、撮ってみたいと思います。これで、まずここですね、ドライブモードのところ、ここに、1枚モードになっているところ、下の方に送っていくと、セルフタイマーとか、ブラケットの撮影があるんですが、この中にですね、フォーカスブラケットっていうのがあります。これを選択しておいて、で、よいしょ。先端のところですね、こうやって、ここの場合、翼端板のところになるのかな。この辺に合わせておいてあげて、ここから、シャッターを切ります。この時の設定項目があって、フォーカスブラケット。ステップ幅っていうのはこれ、送り幅ですね。それと何枚撮影するのかっていうのはこうやって選べるようになっているので、これで、選択するんですが、まあ、さっきテストでやってみたら100枚ぐらい撮れば、一応奥までこれいけるかなと思います。レンズはちょっと90ミリマクロにしてます。で、フォーカスモードはですね、AF、オートフォーカスにします。マニュアルにするとどうやら動作しないみたいなので。じゃあ、これで、設定が終わったので、撮影してみたいと思います。シャッターボタンを1回切ればこれで撮影が始まります。いきます。こうやって今連続で100枚のシャッターを切っています。どん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 奥の方に、今フォーカスを送っていってますね。今、ドライバーのあたりまで来たでしょうか。そしてどんどん先の方に奥に送っていっています。今エンジンのカウルのあたりにフォーカスがいってますかね。手前の方はもう完全にボケてますね。で奥の方まで行って、今90枚。あ、今、リアウィングのところまでフォーカスがあったみたいです。これで、100枚の撮影ができたので、これを、イメージング G デスクトップでは、合成できなくて、Adobe の Photoshop、こちらを使って合成するので、ちょっとやってみようと思います。はい、読み込み終わりました。読み込むのにだいたい10分近くかかりました、100枚で。そしたら、ここのですね、100枚のレイヤーがあるので、これをコントロール A でいかない、よいしょ、全選択する必要があるので、よいしょ、シフトキーを押しながら全選択します。そして、編集の、そこだから、レイヤーを自動で合成というのを選びます。これですね、自動合成。そして、画像スタック。で、シームレスなトーンとカラーを選択して、で、コンテンツに応じた塗りつぶしを透明な領域に適用。これも、チェックを入れたまんま OK をします。よいしょ。
さあこれで今度は合成作業が始まります。これもちょっと時間かかりそうですね。ちなみに使っている PC はこれ、バイオ Z です。バイオ Z の Core i7 なんですが、なかなかヘビーな作業になるようです。はい、合成開始からですね15分ほど経ちました。すごいですね。合成が終わってみたらこんな感じで、ほぼまあちょっと一番後ろのウィングの一番後ろまでいかなかったんですけども、ほぼほぼ全てにフォーカスが合っているような写真が合成して作ることができました。元の写真はこんな感じでした。マクロレンズの 90mm を使ってるんですが、すごいですね、見事にこういうことができるんですね。フォーカスブラケットでした。はい、では続いてはですね、AF 認識なんですけども、ここでちょっと列車を模型を用意しましたのでお店の方に、これでちょっと試してみたいと思います。まずはメニューの方からですね、こちらの認識対象というのがあるので、これで車、列車というのを選びます。そして、この車列車を選んだ後にですね、トラッキングの乗り移りとか、はい、ちょっとこれは広めにしとこうかな。で、粘らない。要するにもうこれ被写体見つけたらすぐそっちに、これが列車だと思ったらパッと行くようにしちゃおうと思います。で、認識感度は高くしておいてみます。この設定にして、これで、あとは、フォーカスエリアなんですけど、とりあえずワイドでちょっとやってみたいと思います。電車来たらちょっとエアコンを押します。はい、来ました。お、すごい。ずっと追ってくれてます。列車の形をずっと見てくれてますね。もう一周してきたらもう一回やってみたいと思います。はい、来ました。エアコン。お、すごいですね。しっかり追ってくれてます。ここにちょっと意地悪して、シマリスさんをちょっと置いてみます。さあ、どうでしょうか。よいしょ、エイフォン。列車の方に行くのは当然なんですが、これで、特にリスのところには行かないですね。電車来た。電車の方はちゃんと認識します。じゃあここで被写体対象を動物にしてみます。動物、あ、ちゃんと人見えていきますね。さすが、列車の方にはこれで AF が映らないですね。はい、ちょっとクイズみたいになっちゃうんですけども、さてこれで被写体をちゃんと選ぶでしょうかテストです。まず動物認識にしてみます。動物、あ、もうこれだけで動物ちゃんと行ってますね。人見えずに来てます。じゃあこの状態で今度は認識対象を昆虫にしてみます。昆虫、これはさすがに難しいか。みんな言っちゃうけど、まあ一応車も昆虫になっちゃってるかな。でもちょっとこれカーブなのでちょっと違うかな。目がついてますからね、昆虫に見えちゃうそうです。これはクワガタ。次飛行機行ってみます。認識対象飛行機。さあ迷彩柄なんですけど、お、認識してちゃんと頭部のところが分かるようですね。それ以外のものだと、あ、カーズはすごいな。ちゃんとカーズ頭部になってる。ちなみに新幹線は、飛行機ではないみたいです。ではちょっと動物にしてみて、あ、鳥にしてみようかな。鳥にして、よいしょ、カーズ鳥ではいかない。鳥ではいかない。鳥はなかなか認識しない。で、ここにカワセミがいるので、カワセミはどうだろう。あ、カワセミは来てますね。ちゃんと人見え F です。
ちなみに人物にしたときはどうだ？人物はさすがにいかないか。いかないですね。人物は、よいしょ。北川景子さんでちゃんと人物に意識しました。以上、アルファ7R5 の、認識テストでした。はい、お付き合い最後までいただきましてありがとうございました。以上、アルファ7R5 の、ファーストインプレッション、開墾レポートでございました。当店はですね、12月末まで、ウィンターフェアと題して、店頭でちょっとお得な特典をつけて、お買い上げいただくキャンペーンをやっております。初めてソニーストアをご利用になる方も3年ワイド保証や5年ベーシック保証といった長期保証が、半額になるクーポンを店頭でプレゼントしています。 α7R5 を、初めて購入されるという方にも、ご利用いただけますので、ぜひご検討いただければと思います。店頭では、先ほどのですね、展示キットを含め、被写体 AF の被写体認識をテストできるような環境を、簡単に用意しておりますので、ぜひ、実機の様子を触りに遊びにお越しください。ご来店お待ちしております。はい、それとこれが当店からの最後のお知らせです。12月10日土曜日にですね、池袋にて、ソニーさんがアルファイベントを開催するということで、来週どこかで当店からも、告知をさせていただきたいと思います。ソニーフェアではないのですが、似たような形で、少ないちょっと店舗さんなんですけども集まって、カメラのイベントを開催できることになりましたので、こちらの方もですねちょっと時間制で、3部入れ替えかなんかになるんですけども、詳細の方が告知できるようになりましたらお知らせいたしますので、ぜひこちらもお楽しみにどうぞ。本日も、当店の YouTube 配信お付き合い最後までいただきありがとうございました。また次回よろしくお願いします。